いただきます。今日のメニューを教えてください。献立を出してください。めいちゃんが買ってきた米と、米って言わんといて、ご飯、お味噌汁、なんじゃ、濃いもの煮物、なんじゃ、でとんかつとメンチカツと、でピーマン、チンジャオロース、それも取ってきましたね今日。はい、それではいただきます。じゃあ、いいね、あの濃いもちっちゃいやつだけ食べてくださいね。美味しいと思う、ホクホクで。それでは濃いも、里芋掘るの大変だったね。普段食べてないのわかんない味が。そうなの。大好物のピーマンの肉詰みのないわ、ニンジャオロースでした。なんで美味しいの。取り立てだからなんか全然苦くなかった味見したけど、ピーマンだけ、うん、柔らかくない、やっぱり。ピーマン焼いてんの苦くないの、苦くないの、うん、なんか普通のやっぱスーパーで、うん、売ってるやつに比べたら苦味はないと思う。ちょっと私の時には無理だね。え、合わないの。無理しにしたサビはな、無理、うん、そういう意味ね。でもいつものチンジャオロースと比べては柔らかくない、やっぱりピーマンだってこと。うん、一口がでかい。で、一口がでかいです。味が違うってどういうこと？いろんな意味で。パクパク食べてますね。うん、好きだもんね。お、あの、柔らかくないですか？それは分かんないですか？味音痴なんでね。そうなんですよ。仕方ないですね。